はい、ガジマルです。アハモから iPhone が届きました。申し込みから2日目に発送メールが届いて3日目に届きました。結構早かったです。早速開けていきます。今回購入したのは iPhone SE 第2世代の 64GB です。ランク B を1001円で購入しようとしたら2750円以下だと送料550円がかかって合計で1551円になってしまうんです。ランク A を見ると3300円で送料無料なので、送料を払って1551円だったら損した気持ちになるので、送料無料のランク A の3300円を購入しました。それで中身はというと、いろいろと紙類が入っています。ディズニープラスの広告だったり、ドコモ認定リユース品の説明や D カードの広告などが入っていました。中に MNP の手続き方法も入っているので、まとめて捨てないようにしましょう。それに SIM カードが入っています。それからメインの iPhone はこういったドコモ認定リユース品の箱に入っています。ドコモ認定リユース品には付属品は付いていなくて、スマホのみとなっています。 iPhone はビニール袋に入った状態です。緩衝材やプチプチとかは入っていなかったです。それから SIM を入れ替えるための SIM ピンは付属しています。平べったいタイプで針金状のものよりこちらの方が使いやすくて好きです。それではランク A の iPhone SE 第2世代を見ていきたいと思います。まずはディスプレイ、傷一つなく綺麗な状態です。ホームボタンが少し汚れているというのか、油分がついている感じです。拭いても取れなかったです。側面もパッと見では傷があるのかどうかわからない感じです。綺麗な状態でした。ライトニング周りも塗装剥がれなどなく綺麗です。若干スピーカーの穴にホコリが詰まっている程度です。反対側の側面も綺麗な状態でした。それから背面も傷がなく綺麗な状態です。パッと見た感じはとても綺麗でした。よく見ると盛り上がっているガラス面の縁の汚れや小さな塗装剥がれ、電話のスピーカー部分の汚れなど細かな汚れはある感じでした。これでランク A なので、通常使いであればランク A がいいんじゃないでしょうか。ランク A プラスだともう新品に近い状態と思います。電源も問題なく入ります。いつもの画面です。最後に中古で一番気になるポイントはバッテリー容量だと思うんです。バッテリー容量を見ると 91% でした。全体的に綺麗だったのでもう少しあると思ったんですが、 91% でもまだいい方だと思います。はい、ということで今回はアハモの iPhone SE 第2世代のランク A のレビューでした。いかがだったでしょうか。アハモの SE 第2世代の値段設定はランク A プラスが6600円、ランク A が3300円、ランク B が送料を入れて1510円となっています。ランク A とランク B の差額が1790円なので、メインで使うなら B ランクで冒険しなくても A ランクを買っておいた方がいいかもしれません。もともとバッテリー容量も少ない SE 第2世代なので、綺麗な方がバッテリー容量も多いかと思います。それから中古ショップの値段を見ると A ランク、B ランクあたりで2万円前後となっているので、アハモで購入すると3300円なので、かなり安く手に入れれると思います。これから中古の iPhone を購入しようとしている人の参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。